怖いよー。グリーンが全力で私を叩きのましてくる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあちょっと、違う、ピカチュウじゃなくって、早速の居心地が良さそう。マジでポケモンすごい可愛がっとる感じやもんね。じゃあちょっと今回はあのゼニガメ、前にあのクチバシティのところでゼニガメをね、多分あれくれるはずなんよね勝手にもらう気満々やけど、くれるはずやけん60匹捕まえた数が必要って言ったけど多分言っとるはずやけん、それを私は勝手にもらいに行きたいと思います。クチバシティどこ、これ、え、どれ、クチバシティこっちか、これか、全然違うクチバシティどれ、これ、お月見山、こっち、これか、あ、これや、これこれ、はい、行きます地図上で迷子になるっていう、見た目可愛くっていいよね。はい、クチバシティに到着。そして最近いたずらばかりするザニガメを捕まえたの。腕のいいトレーナーがいたらこの子を任せたいんだけど、どう？お？へえ、あなたがこれまで捕まえたポケモンの数は75なんだ。あなた腕のいいトレーナーのようね。この厄介なザニガメ、あなた引き取ってくれない？あ、もうぜひぜひ任せたわ。大事に育ててあげてね。やったー、もらえた。これでもう初期の3匹全員いる。初期の3匹プラスピカチュウね。よき。ゼニガメのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ゼニガメ、カメノコポケモン。水面から水を噴射して餌を取る。危なくなると甲羅に手足を引っ込めて身を守る。尻尾パタパタしより超かわいい。よし。ゼニガメ、元気でやっている？今あなたの目の前で引き取っただけです。あ、それからあとちょっとこのね、ロコン、2匹もいるけど。ロコンを捕まえて、アローラロコンとね、交換をしたいんだ。私は。ということで。さあ、おいで。グレイト。え、アローラロコンは、どこやっけ？タマムシシティ？タマムシシティやったかな？やったね、ロコン一発。嬉しい。さあ、これで。あ、リザードがあとちょっとでレベル上がりそうやね。はい。ロコンね、前に捕まえとったけど、急行に進化させたから、さ、これでタマムシシティまで、いや、秘術空渡りめちゃくちゃ助かる。飛んできた葉っぱを食べちゃった。でも嬉しげやけどね。タマムシシティはこれか？これシオンタウンやった。どれ？これ？あ、これや、これ。タマムシシティ。はい、飛びます。次に行くべき場所は、確か山吹シティに行くんやったっけ。前回ね、夏目の話を私がしよったような気がするけん。そうやね。ポケモンセンターやったよね、確か。どの方かしら、この方合ってる？あ、全然違う気がする。あなたじゃなかったよね。ね、違ったよね。あれ、どこ？君かい？違うぞ。誰？そう、ポケモンの笛がどうのこうのとも言おったよね。え、君なの？あ、この子だ。あ、なるほどね。女の人っていうイメージがあった、勝手に。はい、ロコン持ってるよ。さっき捕まえてきた、新鮮なの。ほやほやのやつ。はい、交換しましょう。この子くれるのか？よし、交渉成立だな。やったー、これで、前から言ってた。前から言って、棒アイス。棒アイス？え、名前。前から言ってた、かわいいかわいい。白いアローラロコンがもらえる。いや、嬉しい、めっちゃ嬉しい。超かわいい！何気にさ、あれかな、顔もちょっと、子供っぽい感じになったんかな。幼い感じ？めっちゃかわいいよね。あ、アローラのロコンって氷タイプなんや。へぇー。あとなんか心なしか、なんていうん。あの、髪の毛というか。ふわふわな気がする。関東のと違って氷タイプがついてるよ。なるほどね。炎と氷真逆なんやね。へぇー。やったー。超嬉しいんだけど。めっちゃ嬉しいんだけど。よきよき。てか私、この街のさ、
ジム自体見てないんだけどさ、ジムは一体どこにあるの？まあ、なんか多分今のところ、表面のやとは思うんやけど、いい山吹シティに向かえと、感じになっているということは、ジム自体ないっていうのはどういうことなの？どういうことなの？あ、でも要はし、何？山吹シティは、シオンタウンから行くんかな？あ、なんか、あれか。ここ、ん？こっちで会っとんかな？あれか、あっこを通って行くんかな？関所みたいなところ。関所かな？あの、ニビアラレを食べすぎて、下を欲しがっとったあのおじさんのあっこから山吹シティに行けるんやったっけ？違ったかな？あ、こっちじゃない。いやー、迷子になる。ポケモンの世界でまで迷子になる。はい、これで。こっちの方向にあったはずよね。あ、ここ。こっちの方向、山吹シティで合ってる？あ、この間はどうも。どうも。どうも。あ、あ、抜けた次山吹シティ？マジで？マジで？速攻で？なんも間の、あ、まあでも一応さっきの道があれなんか。独特な掲示板、新製品ハイパーボールはスーパーボールより確実にポケモン捕まえます。なかなか捕まえられないポケモンにはこちらを試そう。マスターボールで一発で捕まえたいけど、お、ロケット弾。いて、この野郎、どこ見て歩いてんだよ。前向いてますけど、あなたがちょっとおかしいんじゃないの。モノマネ娘って可愛い。彼女ピッピが好きなんだって。捕まえたら見せてあげるんだ。モノマネ娘、この子？お手紙ありがとう。早くあなたに会いたいな。にゃーん、手紙書いてんだから見ないで。何？今時文通？珍しいね。昔は流行っとったけどさ。なんかよくさ、なんて言うん。こう、手紙、文通相手募集みたいな感じのあったりとかしたけど。シルフ、噂の新製品発売日見て、シルフカンパニーのことかな、シルフ。ロケット弾。ちょっと、通しなさいよ。ダメだ。作戦メンバー以外誰も通すなと言われてるのだ。硬いこと言うなって。ここ何？シルフカンパニーか、これが。もう、じれったいわね。いいから、どきなさい。あ、入ってった。混乱。おい、待てよ、武蔵。ああ、強行突破、仲間割れだわ。大変ね、ロケット弾も。セルフカンパニー本社ビル。うへぇ。よ、気を失ってる。大丈夫？立ってるけどな。悪いことやりまくるとスカッとするぜ。少ないよ。もっとスカッとする方法他にあるでしょう。はい、そしてセルフカンパニー本社。あ、なに？受付、君。はい、なんでしょう。女の人か男の人かと思った。今この会社はちょっと大変なの。危ないから子供は入っちゃダメよ。そう言わずに見学させてくれませんか？あ、グリーンか、誰かと思えば。あら、グリーンくん。おつけ。あゆな、探したんだぞ。なんでこのビルに？ロケット弾が。やっぱり、ロケット弾の奴らあちこちで悪さしてるんだ。ヒゲレの言う通りだな。もうこれ以上ロケット弾のすること、放っておけね。自分もです。正義感に燃える。よし、早速作戦会議だ。ってことで、アイナは予定通り、シルフカンパニーにロケット弾を追い払う。一人は危ねえから、シゲレも一緒な。はい。こう見たらあれやな。グリーンのオーラが半端ないね。俺は関東中を回る。ロケット弾の奴らを片っ端から潰して、なんとかボスの居場所を探ってみる。あ、もうここにはノータッチなわけですね。それからポケモンリーグにも行って、事件を知らせる。すげえ。もしかしてステムが味方になってくれるかも。まあね、前にカンナさんが助けてくれたぐらいやけん。それじゃあ二手に分かれて作戦開始だ。と言いたいけど、その前に。あゆな、しげる。二人がどれくらい強いか、俺は知らない。安心して任せていいのか、実力を見せてもらうぜ。え？どっちからでもいいぜ。かかってこいよ。2対1ではダメでしょうか。もし勝ってたら、ガラガラの仇を打つ自信が持てるかも。あゆな、先に行くか？行けということだね。よし、あゆなからだな。はい。行くぜ。行くぜ。
プリンを見てからしげるの顔を見たらしげるの小物感が半端ないてかさ、今からさ、ロケット団に挑もうっていうのに、その前に体力を減らそうとするのは何なの？お、いいぞ。よし、ナッシーなんか、コテンパンにやっつけてしまえ。しかし、レベル差が半端ない。レベル差が半端ないよ。多分これ、火の粉使っても、あんまり減らせん気がする、体力。ですよね。効果抜群でこれやもん。やばいやばい。あーやばいーほら、もうロケット団に挑む前にこんな状態よ。どうしてくれるん？ゴロンでいきます。ゴロンでいきます。2タイプ、2タイプよかったよね。さあ、これでもうさっきのようにはいかないから。いけー。知らんぷりしないで。また？またなの？あ、やば！やば！やばくない？ちょっと。ということ聞いて。いけよ。やばいんですけど。マジで？レベル差ももろともしないんだけど。どういうこと？ミュウ。不思議ば。ミュウ、今私はすごく混乱している。やばい。そう、なんか、クリーンにコテンパンにやられるんですけど。やめてよ。ちょっとは手加減して自信を持たせてくれてもいいんじゃないの、ちょっと。どうなん、その辺。いけ、スピードスター。あ、いいぞ。次一発でいけるんじゃない、いけん。何その技。やばい。怖いよー。クリーンが全力で私を叩きのましてくる。あ、あと一発パワーウィップ。初めて聞く攻撃なんやけど。そんな技があるの？ふっ。ああ、怖い。はい、この一発で終わりね。スピードスター。とりあえず次のジムバッジがないと、ゴローンは言うことを聞かなくなってしまったらしいね、また。辛い。辛すぎる。はい、ミュー、レベル39。よし。ガードン相手か。じゃあ、このまま行きましょうか。でもさ、あれよね。ナッシーであんだけってことは、リザードンとかもっと強いってことやろ。かっこいいな。いや、かっこいいな。いやー、燃やし尽くされそう。やばい。ミュー、サイコウェーブ。あー、もう、ダメだわ。レベル1しか差はないけど。全然効かない。叩きのめされる。あ、3匹目の瀕死。これダメよ。私でこの状態やけん。で、しげるとかもうコテンパンにされて終わるね。あ、ちょっと待って、私草タイプとか出してしまった。やばい。そのうち出さんといかん。くはなると思うけど。もうけどよ。あ、これはもう一発でやられるパターンじゃないの。ああ、一発ではなかった。とりあえず、レベルで持ちこたえた感じ。いや、でも絶対無理やんね、これ。辛い。辛すぎる。あと2匹しかおらんねよ。あと2匹でさ、あと2匹、ピカチュウとイービーやろ。絶対無理やろ。確かにあれよ。アニメとかやったらね、多分ピカチュウ1匹でも全然いけると思うんやけど。ピカチュウさえおればみたいなところあると思うけど、無理やけん。ちょ、頑張って、マジで頑張って。あー、やばい！ピンチで泣きそう。頑張って、ピカチュウ、10万ボルト。そう、気候タイプだからね、相手。やったね、じゃなくて。やったね、じゃなくて。ちょ、ピカチュウ耐えていただかないと、マジでちょっとね、よろしくないんだけど、すごい傷がつい。ピカチュウ頑張って。ピカチュウ耐えて。とりあえず、あと一回、喜んだ？ありがとう。ありがたくはないけど。これあと一回、10万ボルト、先にこっちに攻撃、あー、ダメだー。先にこっちに攻撃させてよ。なんで2回連続なの？弱い者いじめやわ、そういうの。あー、よくない。よろしくない。EV とかでいけるわけないやん。
あ、でも生き生きバブルがある。これさ、こっちに攻撃を先にさせてくれればいける可能性は。あー、ダメだお願い耐えて。あー、いけるか、生き生きバブル。あー、なんとかギリギリ、めっちゃギリギリやん。いや、ダメダメ、こんなの私任せてもらえんわ、ロケット弾え、何、生き生きバブルって体力まで回復するん？そういうこと、生き生きって。すげえ、さすが俺と同じマサラタウンのトレーナー。あー、賞金が大きいおうおう、ロケット団に挑むだけのことはあるじゃん。シルフカンパニーのことは任せて。いやー、しかしね、6匹中5匹ほど瀕死だからね。よし、次はシゲルだ、どんどん行くぜ。大丈夫、いける、シゲル。ふぅ、見てるだけで緊張した。でしょうねグリーンさんのポケモンたち、なんか目つきすごかった。俺も頑張ってみる。アイナは先に行ってくれ。さあ、頑張っていきたいけど、ちょっと自信がなくなったよ、私。強くて有名なグリーンくん、それほど手加減してないように見えたわ。すごいのね、本当に。シルフを助けてもらえたら。手加減してないだろうね。あれで手加減しとったら、私もうやってられないよ。やってられなすぎるよ。はい、ということで、じゃあ今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、マジでギリギリすぎる。これ私、セルフカンパニークリアできるのか。つらい。